はい、どうも、福来たるチャラです。クリスです。アツヤです。今回はですね、はい、趣味のルーティーンを。趣味？はい。趣味のルーティーンって何やねん。恒例のルーティーンシリーズ。はい。はい、大連携企画となっているそうで、はい、TikTok でもね、大バズに大バズを繰り返しているということで。あ、TikTok の方だけでもね、拡散お願いします。ね。はい。はい、今回の趣味はトランプですね。あー、ようやりますね、僕ら、はい。もうこれを使ってやっていきたいと思いますんで、まあ、気軽に見ていってください。はい、はい、お願いします。はい、今日もすいません、お願いします。はい、はい、オッケー、ありがとう。はい、ということで、ね、今回はね、ババ抜きをやっていきたいと思います。いや、趣味ババ抜きって貧乏小学生か。昭和時代の小学生だけやろ、はい、趣味トランプです言うてんの。もうすごい懐かしいですよね。小学校の頃思い出しますけども、こんな老若男女みんな好きですからね。うん、いや、クリス残りすぎやろ。いいか、うん、え、もう上がってるやん、アツヤ。来た。いや、お前も上がるやん。引いたらいいんかな。引いたらいいんかなって。え、まだ1分経ってへんで、始まってから。終わりや。終わりやちゃうねん。おもろいな。おもろないわ。こんなん全然ババ抜きちゃうからな。ババ抜きは最後に2枚残って、どっちがババやってなって引いてみて、うわ、こっちがババやーってなるやつやんけ、お前めちゃめちゃ騙されてんぞ。じゃあもうゲームやしな、まあ罰ゲームはな、受けてもらって。いや、せこいな。絶対仕組まれてるやん、こんなん。こうしようか。2年間和洋中食べられへん。おい、死やないか。和洋中以外の食い物何があんねん。飲み物はあるからな。やっぱり死やないか。和の料理、中華料理、うん、洋食。洋食。うん、あ、が食べられへん。食べられへん。友達やめてまえ。あ、俺だけ。うん、うん。まあ、負けたから罰ゲーム。そういうことね。うん、なるほど。罰ゲームやからな。まあ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 、受けてもらったよな。うん、これがおもろいやから、うん。次はスピードやっていきたいなと思います。難しいね。絶対。すごいな。小学校以来とか。いや、もう趣味ちゃうやん。小学校以来言うてもうてるやん。これジャッジで。あ、はい、だいぶスピードあればやるから。そうやな。ちゃんとできてるかの判断もさせてもらいます。はい、はい、クリス審判ね。札並べてもらって。はい。これのコールしたら、ここに、もう一枚やな。いや、もう色めちゃめちゃやん。赤黒で分けんかい。スピード！はい、始まりました。お前何してんの、早せ。いや、色仕掛け。誰が引っかかんねん、それによ。なんで引っかかってんねん。バカやん。もう目トロントロンやん。トロントロンバカやん。おい、ほら、適当にすんな、お前。数とか合ってへんやろ、おい。審判ちゃんと見てんか、おい。お前もトロントロンバカやん。もうアホやん。まんべんなくアホおるやん。で、お前は何してんねん、それ。スピードちゃうやんけ。イエーイ、ちゃうねん。審判見てんのか、これ。死んでる。クリス審判死んでる。誰が殺してん。クリスのこと誰が殺してん。うん、お前やろ。誰やねん。指に血すごいついてるから。殺して。もう俺ですよ言うてるようなもんやで、その指も。指の正直者がすごいって。はい、ということで次は大富豪やっていきたいと思います。これもみんな好きちゃいますよ。これが一番なんか人気度よが、うん、確かに一番自分強いもんな。強いな。じゃあまあ行かしてもらっていいですか。じゃあ、はい、っちゃい。7渡しで7渡し。右の方にいらんカード1枚あげれるってやつ懐かしい。じゃあせやな。うん、イレブンバック。うわ懐かしい、いいね。2月やけど、イレブンバックの時は3が強いっていう。10捨ての3を捨てます。いらんカード1枚捨てれるってやつね。めちゃめちゃいい。懐かしい懐かしい、調子いいぞお前。革命で。いや、なんでジョーカー5枚持ってんねん。おかしいやろ。革命の意味変わってくるわ。どうすんねん。テレフォンで使えるか。そんなシステムないから。クイズミリオニアだけやから、そんなん使えんの。パスで。何回言うねん。パスしかないねん。じゃあ、てか、ジョーカー5枚に返せるもんはないから。よろしく。よろしく。語呂合わせすな。これよろしくでいけるな。お前地元どこやねん。そんなルール見たことないわ。計4枚で、うん、チャナにダイレクトアタック。遊戯王か。大富豪に HP みたいなシステムないから。
ほんでまた革命やん。手札強すぎやろあいつ。4だもん。4が2枚お前ルール知らんのか。矢切りで切るわ。矢切りで切んな。で、矢切りしても、うん、悔いはないよって。はぁ、悔いはなし。悔いはなし。何言うてんねん。くそ、負けた。なんで負けやねん。もうええわ。